ラピッツ軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13万1613人であり、2000年の12万6337人から4.2%増加した。陸地面積では州内最大の軍である。軍庁所在地は国勢調査指定地域のアレクサンドリアであり、同軍で、 人口最大の町でもある。ラピッツ軍は、アレクサンドリア大都市圏に属している。軍名のラピーズはフランス語であり、英語のラピッツである。パープルハート記念橋アレクサンドリアとパインビルの間の列島側にかかる1763年、現在のラピッツ軍となった地域は、カーレレック総督の許可を得たアパラチー族インディアンが、新しく住むところとなった。アパラチー族は、 現在のフロリダ州レオン軍からイギリスとその同盟インディアンであるクリーク族から逃げてきていた。その子孫の多くが現在のナケテシュ軍に残っている。最初のフランス人開拓者はビンセントポリーであり、1764年7月にナケテシュの軍政府長官から小さな土地の特許を受けていた。1776年12月にはオーブリーとフォーコールとの許可で、 ニコラス・エティエンヌ・マラ・フレイ・レイサードが到着し、ラピッツの松林に船のためのタール工場を設立した。レイサードは後に、ラピッツ軍の初代市民主機関に指名された。1760年代、この地域は、ナケテシュ軍に従属していた。1790年代、アレクサンダー・フルトンが、ラピッツ軍の中に、スペインの土地特許を取得し、1805年には、 将来のアレクサンドリアの街の区画を引いた。ラピッツ軍は1807年にオーリンズ巡州政府によって設立された。北軍がアレクサンドリアを占領していた1863年4月1日、軍内の住民投票が行われ、暫定州憲法制定会議に送る大議員を選んだ。北軍のナサニエル・バンクス少将によれば、この選挙はアレクサンドリアで、 ラピッツ軍民の要請で行われた。軍人は誰もこの件に干渉せず関わらなかった。忠実な市民にすべてが任されたとされている。この投票は北軍が占領した地域によって日程が異なっていた。ニューオーリンズでは3月28日に行われた。マークスビルとグランドエコールがその後に続いた。歴史家のジョンディ・ウィンターズによればこれら選挙のどれも 北軍のレッド側方面作戦を遅らせなかったし、その結果に物理的影響を与えるものではなかったとしている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1362平方マイルで、あり、このうち陸地1323平方マイル、水域は39平方マイルで、水域率は2.89%である。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ラピッツ群ズルイジアナ州公衆安全共生省が、ラピッツ群内キャンプ、ボーリンガードとパインビルに隣接する土地に、j d イ,イダバギ共生省を運営している。ラピッツ群教育委員会が、軍内公立学校を運営している。ありがとうございます。